腹ペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは信長元服、選択大名は毛利。第25回を始めさせていただきます。前回は三好の領土を大きく削り、もはや威風中以上の戦闘は発生できなくなるぐらいに追い詰めたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。はい、合戦か。8部隊6部隊、まあ仕方がないですね。やっていきましょう。いやー、本当は威風中以上発生させたかったけど、もう三好家に力が残ってないってことですからね。まあこっからは一気に三好を落としていきましょう。はい、優勢勝利。1900しか減ってない、なかなかナイスな戦いでしたね。ではでは、これで威風弱が発生ですね。はい、威風弱発生。よし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 、これで天城城の周りが孤立しましたね。そしたらこの2部隊、この2部隊はこのまま総合城行きましょう。本城さんも総合城、浮田さんも総合城に行きましょう。であとは天城城に向かいましょう。であと出てない部隊で出せる方ですと、沖潮城とかかな。沖潮城のみさん、一気に小水城を向かいましょう。で洲本城ですね、洲本城も当然小水に向かいましょう。で五着城も小水城に向かいましょう。で武田城はちょっと傷ついてるかな、黒井城だな。黒井城からも小水に向かいましょう。とりあえずこんなところかな。あとは機内の勢力を使って行きましょうかね。では進めましょう。どう進めましょうか。よし、これ包囲しましたね。少し強行していきましょう。この2部隊は行き過ぎだな。天城城にしよう。4部隊向かってますね、これ十分。この4部隊で総合城を迎えば十分ですね。であとは牧場建設とかやっていきましょう。心得ました。温泉掘削もやっていきましょう。心得ました。港建設もですね。謹んで受けたまえ。上位集落をどんどん完成させていきましょう。わかりましたぞ。いや、お金がなくなったな。1万近く貯まったのにもう2000だ。で天城城を挙攻ですね。いいよ。もう天城城落ちるでしょう。あー、通りで強いと思ったら島左近だったのか。はい、天城城陥落。敵将捉えたり。鈴木重兼、ただ定井を倒しちゃってるんですよね。いやー、やっぱ恨み骨髄って言われちゃってますね。鈴木家は仲間にならないか。そしたらこちらの部隊、白地城に向かいましょう。では進めましょう。では全選択で強行していきましょう。包囲ではなく強行ですね。敵を打ち砕いたぞ。いいよいいよ、どんどん行きましょう。陣を構えよ、戦の始まりぞ。総合城ももう落ちますね。はい、総合城陥落と。敵将を捕らえ。投与していきましょう。土井さん無理か。では解放していきましょう。甘いです。いえいえいえ、まだ兵糧あるでしょ。ギリギリいけるね。策の一つも打つべき。元山城まで行きましょうかね。城を奪い取るぞ。で天城城には誰か任せましょうかね。家老任せるか。神
者に立つぞ。うん、過労の方任せましょう。そしたら蘇合城も過労に任せるかな。加藤さんお任せしましょう。恩に着ようぞ。で委任ですね。蘇合城も委任していきましょう。で建築してもらいましょう。では進めていきましょう。おっと士官、お耳に入れた、やっていきましょう。寝返り士官は三好家はね、もうね、お金をかけてまで寝返り士官させる必要はないですね。お聞きください。なのでお金はかけずに援国投与とかね、お金かけてもいいものにしていきましょう。引き抜きとかも必要ないですね。三好家はどうせねこのまま滅ぼしますからね。松倉右近さん、いい能力値ですね。知略と政務が高い。お使いいたします。統率高ければいいんだけどな。城を囲め。では強行です。さあ行くぞぞ。北郷さんが殿に疑念を抱いてる。ちょっとやめてほしいな。お金がないのにさ、賞罰で渡せられるものも限られてるぞ。8等級渡していきましょう。さてさて、であとは賞随城を取ってもらって、あと秋まで行けたらいいけどな。ちょっと行けるかなっていうところですね。よし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 。おこ一回取ったのに取られたのか。お、竹谷の信用が100と同盟はなってますね。仲介で三好家が仲介できるのか。今さら仲介したくないな。ではいいでしょう、このまま放っておきましょう。おっと港建設できるので失礼しました失礼しました。港建設できるのでやっていきましょう。心得申した。クリシュー取り込みもできるのでやっていきましょう。で天神山城で米問屋と二段詰め書もつけておきましょうかね。作っておきましょうかね。やり遂げてみせましょう。これでいいでしょう。では進めましょう。屈辱忘れぬぞ。ねじめさん、こんな難しい字読めないよねじめ清俊さん、仲間になってもらいましょう。天にわしを扱えばさ。白地城ももう落ちますね。さあ行くぞ。はい、白地城陥落と。では投与していきましょう。では解放です。拾った命無駄にはせん。よし帰還しましょう。ああ毛利梢が兵糧ないですね。返しましょう。元山城落とすの厳しいかな。天城から出すか。あの城は落とさねばな。まあやれるだけやりましょうかね。小水城、よし三好長慶を倒して小水城陥落と。敵将を捕らえた。投与していきましょう。よし17名が仲間になってくれたと。荒木村重、ここで忠節を守るのか。では解放していきましょう。それこそ負けるわ。で兵糧はあるけど兵士が少ないですね。一応行くだけ行くか。道をね作るだけでも価値がありますからね。で三木城からも出していきましょう。秋城で花熊城からも出していきましょう。城を攻める。で伊丹城からも。とりあえずこんなところでいいかな。あと芥川山城からも出すか。で石山御坊から元山城、岸和田城から元山城、西賀城からも元山城、あと高谷城、元山城、これでいいかな。
で、この制圧、軍を制圧したら一旦騎乗させるか。ちょっと兵糧がなさすぎるもんな。この1万で軍を制圧したら、よし、全選択騎乗しましょう。もうさすがに無理だわ。家宝を上げたのに、しかも三好に寝返ったのか。では白地城、南條さん入れていきましょう。で、松髄城も霊勢さんにお任せしようかな。で、浄化施設白地城から委任で、で、松髄城も委任にしていきましょう。お、兵力支援申し上げますぞ。松髄城、まあ別にいいでしょう。ロコ交渉やっていきましょう。弾けない。まあ軍団作成したいんですよね。まあとりあえずいいでしょう。では進めていきましょう。軍団作成はね、後でまた考えましょう。この城を攻め落とすぞ。いよいよ秋城に向けての道を作っていきましょう。武田家との同盟延長していきましょう。そしたら武田に対して元就向かってもらいましょう。親善ですね。やっていきましょう。で、こちら天神山二段詰め所ができたと。で、天神山は商人町増築しておきましょうかね。成し遂げてみせまする。あとは灌漑水路増築できるところがあるのでやっていきましょう。ははとりあえずこんなもんでいいかな。では進めていきましょう。それは頂上。村井さん仲間になってもらいましょう。政務91は素晴らしいですね。使えるとするか。お工場はもうこれで落ちるかな。早早に奪ってくれる。酒井忠次いるの。そんないい武将がいるのか。いよいよどんどん進んでいきましょう。よし、国衆取り込みできましたと。援国投与していきましょう。あと投与していきましょうかね。いやー、お金がないな。では全選択で、お、強行になってますね。ちょっと待てよ、3日しかない。牛尾さん騎乗しましょう。城攻めを始めるぞ。城攻めは強行でいきましょう。これ以上は戦えぬか。いよいよ、お、武田さんが仲間になって、中島さんも仲間と。全選択で強行になってますね。朝倉景隆さん仲間になってもらいましょう。使えてみるも良い。引くしか手はないか。お工場ももう落ちますね。で、秋城ももう落ちる寸前ですね。クリアさんは帰ってもらいましょう。行くさぞ。準備を万端整えよ。行くさじゃ。よし、お工場陥落と。投与していきましょう。では解放です。礼を申し上げる。失礼しました。病に勝つ。おお、井上軍団が壊滅か。いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って、井上軍団壊滅は痛いぞ。蘇合城から元山城に向かって出していきましょう。あとこちらの命令をくれ。
国衆も出していきましょう。城攻めだ。あとこちらの国衆もですね出していきましょう。城を落とすぞ。でちょっと待てよ、船井館にいた、ちょっと船井館にいた井上軍団ですね。まあいいケーキって言えばいいケーキかな。ちょっとね軍団をね分けようと思ってましたからね。まあよしとしましょう。9万まで来ましたね。なんだろう、これ軍団がなくなったから一気に金が増えたのかな、よくわからないな、そこら辺 の仕組みが。牧場建設していきましょう。わかりました。港建設もやっていきましょう。心得申した。農地開墾もしていきましょう。わかりましたぞ。で国衆怪獣はしなくていいですね。城下改築、あ射撃場はダメです、残します。とりあえずこんなところでいいかな。では進めていきましょう。引くしか手はないか。元山城、川之江城から出していきましょう。出陣いたします。万歳。よし、攻撃校ができました。いいよいいよ。元山城も陣を構えよ。秋城ももうこれで落ちますね。次は勝たせていただく。ご命令。強行でいきましょう。ご指示。騎乗ですね。引き返します。安養寺宇治谷さん、安養寺宇治谷さん、知略と政務がいい方ですね。お使いいたします。さっさと落としてやるぜ。強行になってますね。攻め。はい、秋城陥落。いやようやくだな、時間かかったな。では投与していきましょう。お佐竹さんとか、よし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 。榊原忠誠地高いな、やっぱり解放していきましょう。では目標達成したので帰還してもらいましょう。お指図を頂戴したく。でここは落ちるかな。素晴らしい。よし、全選択で強行にしていきましょう。もうさすがに落ちるよね。我が部を示す時が来た。いやー、畜生、ここまでかよ。いやまだか、時間かかるな。でも最後は国衆で制作の合計レベル20目指していきましょう。いかがしま、強行していきましょう。もう落ちますね。よし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 、三好家ようやくこれで滅亡だ。最後は国衆によって滅亡されましたね。かかった。では三好長慶の仲間になってください。よし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 。三好家はね誰も手かけてないですからね。でこちら、あー島津義久いるのか。あー、では解放していきましょう。礼を申し上げる。最後武田との戦いでも出てくるんでしょうね。いかがしましょう。さてこれで大丈夫かな。いかがだったでしょうか。ついについにあの強大な勢力を誇った三好家を滅ぼすことに成功いたしました。そして三好長慶が我が家臣となったというのがね本当に嬉しいですね。あとは盟友ではありますが武田家を何とかすればエンディングへと突き進むことになります。天下統一はもはや目の前ですね。ただ武田の、ね、勢力もねかなりねまあ強大なので、まあ一回負けたらちょっととやばいことになるのかなっていうことなので気を引き締めていきたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。